ちゃん、ちょうちょさん来たね。ちょうちょさん、蜜吸ってるよ。あ、ちょっと。ちょっとね。すごい大きいちょうちょさんだったね、ポンちゃん。今日は一日曇りです。あ、でもあ、また来た。すごいアゲハチョウさんです。あ、行っちゃった。ワンちゃん行っちゃったね。ワンちゃんはうちの部屋の私のお布団の上でずっとくつろいでたんですけど、チョウチョが蜜を吸いに来たら、寝たとこ見つけて、窓際に来ました。まだいる？あ、いるね。下からね、もうだいぶ枯れちゃったけど、すごいいっぱい。ワンちゃん。開ける？開けたら、チョウチョさんいなくなっちゃうかな。あ、いるいるいる、まだいるね。その1階から屋根まで、アジサイじゃなくてひまわりじゃなくて朝顔が咲いています。すごい、やったね、ポンちゃん。蜜吸い放題だもんね、今ね。すごいいっぱい咲いてるよ。下もお花がいっぱい咲いているので、下に行ったり上まで来てくれたり、ひらひらしています。どこ行った、ポンちゃん。買いに行っちゃったかな。またピノポンちゃん。このお花に一番来る。お、それはちょっとつぼみじゃったよ。そうそう、その上。その上に行っちゃったね。